どうも、いつもはとのいつもです。今回はこのイラストを使ってプロのイラストレーターさんたちもあまりにも細かすぎて紹介しない2つの機能をご紹介します。イルモアート。はい、自分はですね、線画は実際にシャーペンなどで描いて、それをスキャンして PC に取り込んで、そしてまたクリスタに入れるような形にしてます。今回は厚塗りなんですが、スプレーでやっていくという形でいきます。まずはですね、ベタ塗り、それで下地となる色を塗っていきます。だいたい肌の暗い部分で一色で塗っていきます。そしてスプレーで暗い色よりも明るい色を使って肌を表現するというような感じになります。ここで一つ目の機能を紹介。皆さんは消しゴムを調整しているでしょうか？私はざっくりという消しゴムをよく使うのですが、デフォルトのままだと消した輪郭がギザギザしてるんですよね。そのギザギザ感を調整してぼかすやり方をしています。ツールプロパティを選んでアンチエイディアスというのがありますよね。それで設定します。ではちょっと見てみましょう。デフォルトの場合はこれだと思うのですが、どうでしょう、ギザギザしてますよね。遠くから見てもわかります。そして次はぼかしてみましょう。どうでしょう、どんな感じになってますかね。ちょっとズームして見てみましょう。一目瞭然ですよね。ギザギザしてますし、また隣はボケてますよね。描くイラストの場面でそれぞれ使っていきましょう。このアンチエイリアスはペンや筆でも使えますので、どんどん使っていきましょう。はい、またではイラストに戻りましょう。スプレーでの肌の表現方法は、筆で肌を塗るのと違って簡単、時間が短縮されます。今回一応スプレーでの描き方というふうに言ってましたが、細かいところどころは筆も使っています。だいたいスプレーが7割で筆が3割というような感じです。はい、ここで2つ目の機能を紹介します。みんなは入り抜きでやってますかね。習字で言うと、習字の書き終えた後の羽みたいな感じです。ではペンや筆などのツールプロパティから今この部分をクリックすると、こういった画面が出てきます。はい、そして入り抜きというところを選ぶとこういう画面が出ます。そしてこの部分をブラシサイズにします。数値は0のままで大丈夫です。そして入り抜き、そして速度による入り抜きという3つにチェックを入れましょう。そうするとこのようにゆっくり線を引いてても入り抜きが表現されるんですよね。結構これ便利なんですよね。今のように紙を描く際に紙の毛先とかを表現するときとかに重宝します。そしてもしペンをつけ始めのところを尖らしたくない場合は、入りの方のチェックを外せば尖らなくなります。またこのチェックをしておくと、いちいちこの画面を出さないでも先ほどのツールプロパティのところで調整できます。またこれはペンや筆だけではなくて、先ほどの消しゴムでも使えますので、いろいろな用途で使い分けていきましょう。いつもアート、いかがだったでしょうか。こういった小さなことではあるんですが、積み重ねていくとみんなが目指しているイラストに近づけると思います。最後までご視聴ありがとうございました。こういった描き方動画などを投稿しておりますので、チャンネル登録していただけると、そのような動画をいち早く視聴できますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントなどいただけると動画の質が良くなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ではいつもでした。